そこでね頑張ってっていうのはないんで、いや上場狙ってますとか、目標最終目標上場ですとかっていうのとかはないんで。始まりだと漁具になるかな、まあ、うちの親父から、まあ、自分が小学校入るか入らないかぐらいの時に、うちの実家の本当6畳ぐらいのとこで、うちの親父、おふくろ、あとおじさんのその3人で事業を始めて、自分がまあ中学から長岡、まあ、通ってたりとかして、で高校行って、で大学行って、でそのまま就職して、まあ、東京の大学行ってそのまま東京の企業に就職して、で、まあ、ずっと自分もずっと向こうでいるつもりだったんだけど、いや俺はそんな継ぐつもりもないし、ね、まあただ自分が向こうでサラリーマンとしてやっていく中で、いやこのままだとちょっときついかな、東京で暮らしていくにはちょっと、まあ、自然が少ないとか、今今年15年16年目かな、楽天でそのぐらい経ってるんですけど、で、まあ、うちその時販売してたのは漁具しかなかったんだけど、漁具だけだとインターネットで販売できないっていうことで、まあインターネットで販売したとしてもすごいそこそこは売れてると思うんだけど、それだけだとちょっと弱いっていうことで、でまあ三条市内とかこの近辺の鍛冶職人さんのとこに行って包丁を分けてくれ、それをインターネットで販売させてくださいっていうような話はして、いろいろ回ってて、まあ一軒いいよって言ってくれるとこがあって、そこからどん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 広がっていった。包丁は持ってみないとわからないとか、見ないとわからないから、まあインターネットじゃ売れないっていうのがすごいあって、まあそれをまあ、本当一つ一つ丁寧に説明して、こういう風な形で売るんでって、でそこからちょっとずつちょっとずつアイテムが増えていったって、そのうちもうアマゾンも出てきて、アマゾンでも同じようなものを売ってるし、まあうちも頭打ちになる、あと10年どうやって食っていくかってなった時に、アマゾンと戦っても無理だよね、じゃあオリジナルのものをの方がいいのかなとか、まあ逆にそれも全然わからないままいて、うちの専務が本当アウトドア好きで、アウトドアのこのペグを作ってみたいっていうような話になって、これをすれば今なんて言うんだろうな、市場にあるペグよりも多分売れると思う、結局このままやらないとしても宇宙自利品になって終わるかもしれないから、とりあえず一回やってみよう、トライはしてみよう、失敗したとしても。アップしたその翌日ぐらいからすごい売れ始めて、で結局作った1万本が3ヶ月でなくなり、でもうすぐ増産増産で、結局1年目で5万本売ることができた。で、まあ、それが自信になって、まあ、いろんな仕掛けをしたりとか、今村の鍛冶屋とかうちのオリジナルでいくと40から50商品ぐらいですね。ダッチオーブン自体は専務がもともとダッチオーブン、まあ、ステのダッチオーブンとかも使ってて、でそれでここを変えればっていうのと、まあ、もともとその特許を持ってる、特許っていうかその材料を持ってる人がこれでダッチオーブン作れば絶対売れるっていう確信がある人がいたんだけど、その人がどの、まあ、ダッチオーブンを作ってるお店に持ってったとしても、まあ、メーカーさんに持ってっても、逆に今もう売れてる商品があるんで、売れてるダッチオーブンがあるとこばっかりだったんで、どこもその材料を材質を採用してくれなかった、っていうので、じゃあうちが後発でダッチオーブン作るからその材質を使わせてくださいっていうような感じで、基本的にあのダッチオーブン自体が、あのまあアウトドアもそうなんだけど家の中でも使える、キッチンでも使えるような形にしてるのが、まあ、ツーウェイって呼んでるんだけど、まあ、アウトドアでも使えて家の中でも使えて、要は普通のダッチオーブンだと家の中で使ってる鍋と
外で使うダッチオーブンで2個持ちしなきゃいけない、まあ、費用がすごいかかるんだけどそれをまあ一緒にして使える。でもあれだと、で今の10インチだとやっぱ大きすぎるっていうのが家の中で使うには、でそれをもうちょっとコンパクトにして、要は本当もっと初心者の人でも使いやすい大きさにする。まあ、燕三条もっとしてほしいのと、やっぱ燕三条に来てほしいっていうのがやっぱ一番で、ここを作ったっていうのもあるんで、でその中でこういう包丁とかこういう鍛冶職人がいて、そういう商品を使ってる地方都市なんで、どう燕三条ってこういうとこなんだよとか、こういう町なんだよっていうのを見てもらって、要は見れる工場とかも今どん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 増えてきてるのは確かなんで、そういう工場とか購買ってもらって、でなおかつ買えるとこもちゃんとあって、使えるとこもあってっていうようなとこで、この燕三条地域全体でお客様を迎え入れられるような街づくりにしていきたいなっていうのはありますね。ここの雰囲気を感じてほしい。